お集まりいただきありがとうございます。ただいまから臨時の知事記者会見を行います。本日の発表事項は新型コロナウイルス感染症への当面の対応について、県政功績者表彰について、令和3年度学校給食における地場産物国産食材の使用状況調査についての3件であります。それでは3件続けて長崎知事から発表いたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに新型コロナ感染症への、当面の対応についてですが、本県の感染状況ですが、今月5日から本日までの1週間あたりの新規感染者数1489人、前週と比較しまして、86人の減となっており、減少傾向が継続しております。ただし減少のペースは依然として緩やか、でありまして、引き続き状況を注視する、必要があります。しかしながらです、最近の病床使用率の推移ですが、去る5日に 50% を切る 46.3% となって以来、6日間連続で 50% を下回っている、こういう状況にございます。これは高齢者施設や学校など子どもに関係する施設でのクラスター対策に重点的に取り組んでいることに加えまして、県民の皆様のワクチン接種が相当程度進展している、その効果の表れであると認識をしております。すなわち高齢者施設におきましては、施設職員および入所者ともワクチン接種が可能な方への追加接種を概ね完了させました結果、1日あたりのクラスター発生件数ですが、2月に入って中旬までの 0.6 件からそれ以降は約 0.3 件と減少をしております。また学校など子どもに関係する施設につきましては、検査範囲の拡大により感染の連鎖を防ぐ新山梨方式、これを採用いたしました結果、公立学校の感染者数ですが、最も多い時期には1日に100人程度に達していたものが、直近では20人台から30人台で推移し、比較的落ち着きを取り戻しているほか、クラスター発生の抑止にも寄与をしている、こう認識をしております。このような状況に至ることができましたのも、医療従事者の皆様の昼夜を分かたぬ献身的なご尽力があればこそであり、おかげさまをもちまして経済回復に目を向ける環境が整ったということだろうと考えております。こうした皆様のご協力ご尽力の成果を基盤といたしまして、今経済回復に向けて段階的にアクセルを踏んでいく、こういう時期が到来したと考えております。以下理由として3点申し述べます。まずはじめには病床使用率の観点ですが、先週の会見この場におきまして、経済回復へと舵を切るための一つの目安といたしまして、病床使用率 50% 以内をお示しいたしましたが、申し上げました通り現時点におきましてはこの目標は達成をしております。感染者の絶対数はですね、差はない比較的高い水準にはございますが、このその中でもですね、この病床使用率 50% 以内が実現できておりますのは、ホームケアおよび対処後ケアの活用によります対応能力、本県の対応能力が格段に向上した成果ではなかろうかと考えております。これらの対応に携わってくださいました山梨大学、そして県医師会、各地域の医師会の先生はじめ、すべての関係者の皆様に心からこの場をお借りいたしまして、心から感謝を申し上げる次第であります。その上で重要なことはですね、この状態が今後も維持、さらに言えば改善していければ、さらなる改善をしていけるかどうか、こういう見通しでありますが、これまでの状況を分析いたしますと、ワクチン接種者数と接種後1週間経過後の新規陽性者数、入院者数との間には負の相関関係というものを見出すことができます。ご認識をしますが、すなわちです、接種によりまして県民の皆様に抗体価を高めていただくことによりまして、
発症あるいは入院が必要となるような症状の悪化を防ぎ病床の圧迫要因を取り除くことができるというエビデンスがです、社会全体のマクロの視点で見ましても明らかになっているということだろうと思います。現在ワクチンの3回接種を終えられた方は約25万4000人と1週間で約4万3000人増加をしております。現在対象の 36% に達しておりますが、今のペースで推移した場合、今月末までには接種を終えた方が対象の約 50% まで増加するものと見込んでおります。このため今後におきましても継続的に病床使用率 50% を下回る状態を維持できる見通しが立っていると、こう考える次第であります。次にです、県民の皆様の日常生活の回復を、実現するという観点であります。まあ、何度もこの場で、申し上げておりますが、私はです、県民の皆様の行動に対する制約、というものは、必要最小限であるべきだと、こう固く信ずるものであります。県民の皆様の命と健康を守るという一点においてのみこの行動制約は正当化されると考えまして、これまで協力要請に関しましても留意をしてきたところであります。それゆえに県民の皆様に一刻も早く可能なところから日常を取り戻していただくため、感染状況や医療提供体制の確保の状況に目配りをしながら臨機応変に対処すべきと考えております。そして3点目は、事業活動の維持の観点であります。つい先ほどでありますが、飲食業関係団体の皆様が私のもとにお越しになり、経営上の苦境を訴えられますとともに、県による消費喚起策を切望する声をお寄せになりました。飲食業の皆様におかれましては、これまで感染拡大防止という公的な要請に応えて事業活動の在り方を自発的に見直していただき、グリーンゾーン認証を取得されるとともにです、多大な努力を払ってこの認証基準に沿った営業活動を維持していただいております。この感染状況が許す限りです、こうした個人力に報い地域経済の貴重な基盤である事業活動を守ってまいりたいと考える次第であります。また飲食業に加えまして、第6波の影響が著しい宿泊業につきましても、合わせて需要喚起策の第一歩を踏み出し、経済回復への流れに確かな勢いを与えていきたいと考えております。以上の考えに基づきまして、この度の状況の好転を捉えて、以下3点実行に移したいと思います。協力要請の改定による会食の人数制限のお願いの解除、2点目はグリーンゾーン宿泊割の再開、3点目は無人でお助けキャンペーンの拡充であります。まず協力要請の改定についてですが、現在県民あるいは事業者の皆様にお願いをしている協力要請におきまして、次元的に13日までを要請期間としております2つの項目、すなわち県民の皆様に外出や他の市町村への移動にあたって慎重な判断と行動をお願いするもの、2点目は同一グループ同一テーブルでの5人以上の会食の自粛をお願いするもの、これらにつきましては期限通り13日をもちまして要請を解除いたします。なおですね、学校の部活動の原則自粛をお願いしている要請につきましても、合わせて見直しを行い、春休みに入るまでの間の次元的な要請とすることといたします。また、現在、保護者の皆様や学校の先生方、保育現場の皆様方の多大なるご理解ご協力のもとに実施をしておりますいわゆる新山なし方式による検査につきましては、これも感染状況などを見極めながらではありますが、今月末までには緩和をし、その後は通常の検査体制に戻すべく検討をしてまいりたいと考えております。
次に、2点目、山梨グリーンゾーン宿泊割についてです。グリーンゾーン認証を受けた宿泊施設を対象に、宿泊料金の割引を支援いたします、グリーンゾーン宿泊割につきましては、今月14日から、31日までの間、対象を、県民に限定して、再開することといたします。3点目、無人でお助けキャンペーンの、拡充深掘り、についてです。本県特有の、無人の精神で、飲食店を応援する、無人でお助けキャンペーンにつきましては、年度末に行われます、送別会などの機会を捉えまして、飲食店の利用を強力に、後押しをしていくため、今月14日から31日まで今年度内におきまして、上乗せ率を現行の 5% から 30% に引き上げて実施をすることといたします。先ほども申し上げました通り、今回経済回復に向けまして段階的にアクセルを踏むことといたしましたのは、今後においても継続的に病床使用率 50% を下回る水準を維持できる、この見通しがあればこそでございます。しかしながら、仮に感染が再拡大し、病床使用率が圧迫されるような事態になった場合にはですね、再び、ブレーキを踏まなければならないというような、状況も、十分想定されるところであります。従いまして、このような局面となることを防ぎ、私たちの社会が、さらに、日常を取り戻していくために、一人でも多くの方々に、なるべく早くワクチン接種を、受けていただきたいと思います。前回の会見でも申し上げました通り、親しい人たちが集まる、これからの、時期です。歓送迎会、あるいはお花見、など、さまざま春のイベント、があります。これをですね、ぜひ多くの、県民の、皆様とですね、しっかり、楽しんでいただき、また、これまでです本当に薄まってしまいました人間関係を、取り戻してです、豊かな時間を過ごしていただく上でもです、ぜひ、引き続き、感染防止、基本的な感染防止対策をはじめですね、感染防止対策に、重々気をつけていただき、また、ワクチン接種を受けられる、接種券をお持ちの方はです、なるべく早く、ワクチンを打っていただき、そういうことで皆さんと力を合わせてですね、この、春の歓送迎会、そして、お花見のシーズンをです、心安らかに、あるいは心朗らかに、楽しんでいければと、考えております。重ねて、皆様のご理解と、ご協力を、切にお願いをしております。本件に関しましては以上でございます。